ホームホーム改札口坂東橋駅は、神奈川県横浜市中区弥生町5丁目にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B15。戦後まで横浜市の商業の中心地であった、伊勢崎町の南西側に所在する。地下鉄建設に伴い吉田川、新吉田川が埋め立てられ、新吉田川があった場所に当駅が設置された。地上部には、 関内駅から当駅に至る長い帯状の公園大通り公園が、駅の南西側には坂東橋公園と首都高速神奈川3号仮場線坂東橋で入り口が設置されている。駅ホームの一部及び第1出入口、第4出入り口は同市南区高根町に位置する。当駅と吉野町駅との駅間距離は500メートルで、これはブルーラインでは一番短い。 現在地下鉄が通っている、箇所の上部は大通り公園として整備されているが、地下鉄建設までは、吉田川、新吉田川という川が流れていた。坂東橋は、駅設置場所にかかっていた橋の名前で、1972年に廃止されるまでの横浜市電の電停名にも使われていた。島式ホーム一面二線の地下駅である。 一日あたり、乗車自民の推移2019年度の一日平均乗降人員は2万1344人で、ある。近年の一日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。大通り公園生端と坂東橋駅一番出入り口もよりバス停は、鎌倉街道及び藤棚浦船通り上の、坂東橋。このほか、四番出入り口近くにある、白田江町も、利用可能。 ありがとうございます。